IAF 公式映像2013年世界陸上競技選手権大会女子三段トベは2013年8月13日から8月15日にロシアモスクワのルジニキスタジアムで行われた。前回覇者のオルハ・サラドゥハは同じ記録を2度出して予選を1位で通過した。イリーナ・ナグメニュクとカテリーニ・イバルグエンは1回目の跳躍で決勝進出を決めた。サラドハの 元チームメイトであったハンナ・クニャゼワ・ミネンコはイスラエル代表として出場3位で予選を通過したが1回目と2回目の試技をファールしてしまい苦しい戦いであった決勝では1回目の試技でサラドハとクニャゼワ・ミネンコが14立方メートル0を超える跳躍を見せた2回目の試技が勝敗を決したまず ロシア代表のエカテリーナ・コネワが1 4ル8 1をマークし、トップに踊り出た。その後2人の試技が終わって、イバルグエンがコネワを4センチメートル超える1 4ル8 5をマークし、自身の持つ今季世界最高記録をも超えた。その後2人の試技が終わって、サラデハが登場し、1 4ル6 5に記録を伸ばした。 イバルグエンは4回目の試技で1 4ル8 3をマークしたが、コネワが5回目の試技で1 4ル7 9と肉薄し、緊張感を持って試技を見ていた。最終的には、イバルグエンが世界選手権でコロンビアに初めての金メダルをもたらし、前回のテグ大会で自身と、競歩選手のルイス・フェルナンド・ロペスが獲得した、銅メダルを超える成績を残した。 時刻は、モスクワ時間決勝進出条件14、十四立方メートル0以上をマークするまたは、記録上位十二人に入ること。九十位による通過九記録による、通過カテリーン・イバルグエンの跳躍十九時四十分に、競技が始まった。WR 世界記録、AR エリア記録、CR 選手権記録、グレーン、大会記録、NR 国家記録、OR オリンピック記録、PB 自己ベスト、 SB シーズンベスト WL 世界最高。ありがとうございます。